ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日は揚げ物が食べたいわ。揚げ物か、何揚げようか。ブヒブヒもうもうコケコッコー。まったく何揚げたいんだぜ霊夢。じゃあエビフライよ、プリプリして美味しいわ。エビフライか、人気の揚げ物だよな。そうね、エビフライ食べてプリプリになっちゃうんだから。それじゃあ今回はエビフライの栄養について解説するぜ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル登録してね。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回はエビフライの栄養についてゆっくり解説するぜ。サクサクプリプリよ。エビフライはエビを油で揚げた料理で、衣をつけて揚げて作るんだ。エビフライにかけるソースはいろいろあり、多くはタルタルソースや甘口のソース、マヨネーズなんかがあるんだ。私はタルタルソースよ、タルタルー。他には醤油や塩をかける人もいるぜ。醤油はこってりしないので、油っぽさを感じにくく、塩はエビの味を感じやすいんだ。中には何もかけないで食べる人もいて、エビにした味がついているから何もつけなくても大丈夫と、ネットで感想が書かれていたんだぜ。醤油と塩ね、新たな味を求めて試してみるわよ。グルメは冒険なんだから。それでマヨネーズみたいなタルタルソースって何なのかしら？って知らないんかーい。タルタルソースはマヨネーズに玉ねぎ、きゅうりのピクルス、細かく砕いたゆで卵などを混ぜて作られたソースなんだ。マヨネーズと野菜の酸味、ゆで卵をマヨネーズでまぶしていて、少し固めのクリーミーさが特徴なんだ。エビフライの他にカキフライに使われることもあるんだ。カキフライもいいわね、マリサのお金で食べるカキフライは最高よ。おいおい霊夢、聞き捨てならないことが聞こえたんだぜ。ちなみにタルタルソースはマヨネーズの一種ではなく、半固体状ドレッシングに分類されているんだ。そんなタルタルソースはタルタルステーキにかけられていたことから、その名前が付けられたとされているんだ。タルタルソースは酸味があってさっぱりしているから、揚げ物にかけても美味しくなるわよね、ごくごく。飲むものじゃないんだぜ霊夢。エビフライはソースだけでなく、盛り合わせの野菜もあるよな。そうね、キャベツやキュウリとかがあるわね。他にはポテトサラダも盛り付けるのもいいと思うんだぜ。ポテトサラダ、ポテサラも人気よね。他にはトマトサラダにしてもいいな。レタスやパセリもつけて、美味しそうに見えるわ、はぁはぁ。そんなエビフライは日本生まれの洋食であり、生まれた説がいろいろあるんだ。一つの説を挙げると、明治時代に人気だったトンカツ、メンチカツを生み出したレンガ亭の亭主が、もっと美味しいものを作ろうといろんな食材にパン粉をつけてあげたところ、エビフライが生まれたという説なんだぜ。いろんな食材を使って研究したら生まれたのね。私も美味しい料理を作るわ。さあ、美味しい食材はどこなのかしら？美味しい食材はすぐそこにいるのに、東大元暮らしなんだぜ。次はエビフライの栄養について解説するぜ。はい、マリサ先生。エビフライ3本 55.2g あたりのカロリーは 131.8kcal で、タンパク質は 4.9g、脂質は 8.21g、炭水化物は 9.74g なんだ。エビフライって揚げ物だけど、そんなにカロリーが高くないわね。まあそうだな、使われているエビは高タンパク低カロリーだからな、カキフライやトンカツの場合だとカロリーは高くなるぜ。それでエビフライに多いビタミンミネラルは、セレンとモリブデンぐらいしかないんだ。そうなのね。でもエビフライに使われているエビには体にいい成分があるんだぜ。まずはアスタキサンチンだぜ。アスタキサンチンとはエビ、鮭、カニなどに含まれている赤い色素成分なんだ。赤いのね、でも茹でてない魚介類は赤くないけど茹でると赤くなるわよね。それはアスタキサンチンとタンパク質が結びついていると澄んだ色になり、加熱するとアスタキサンチンとタンパク質が離れて鮮やかな赤色になるんだ。そんなアスタキサンチンには強力な抗酸化作用があり、ベータカロテンやビタミン E よりも強いんだぜ。へえ強いのね、でもなんで強いのかしら？通常ベータカロテンは細胞膜の中で、ビタミン E は細胞膜の内側で、抗酸化作用を発揮するんだ。そしてアスタキサンチンはこの両方で抗酸化作用を発揮するので、何倍もの抗酸化作用があるんだ。じゃあ若々しくいられるためにエビをプリプリ食べちゃうわ。ただ抗酸化作用が強いだけじゃないんだぜ霊夢。アスタキサンチンは脳の中でも抗酸化作用を発揮してくれるんだ。ベータカロテンやビタミン E でもいいじゃないかしら？実は脳には血液脳関門という脳に有害な物質が入らないようにする組織があり、それによってベータカロテンやビタミン E が脳の中で抗酸化作用を発揮することができないんだ。
でもアスタキサンチンは血液脳関門を通ることができ、脳の中で抗酸化作用を発揮するんだぜ。アルツハイマー型認知症の原因の一つに、脳の中で発生した活性酸素によって脳の細胞が傷つくことが挙げられるんだ。でもアスタキサンチンが脳で抗酸化作用を発揮すれば脳の病気予防になるわね。そうなんだぜ。さらには脳以外に皮膚や目の中、血管でも抗酸化作用を発揮してくれるので。紫外線を受けた時に発生した活性酸素の除去、目の中で抗酸化作用を発揮し眼精疲労、目の病気予防、血管で抗酸化作用を発揮することで動脈硬化予防になるんだ。お肌にもいいのね、エビでプリプリクチクチよ。そしてアスタキサンチンは持久力を上げてくれるんだ。人間はエネルギーを作り出すとき基本的に糖質と脂質から作っているんだ。そのうち、糖質は短い時間で多くエネルギーを作ることができるけど、長く作ることはできないんだ。そして脂質は長時間エネルギーを作り出すことができるけど、短い時間で多くのエネルギーを作ることができないんだ。じゃあ筋トレの激しい運動してすぐ疲れるのは、糖質で多くのエネルギーを作るからなのね。そうだな、そこでアスタキサンチンだぜ。アスタキサンチンには脂質から多くのエネルギーを作り出すのを手助けする効果があり、激しい運動でも糖質の消費を少なくしてくれるんだ。なので持久力が上がるんだぜ。さらにはアスタキサンチンが運動によって発生した筋肉の活性酸素を除去する効果もあり、トレーニングによる疲労が軽減され、質の良いトレーニングを行いやすくなるんだ。じゃあ運動している人にアスタキサンチンはおすすめね。さらにデスクワークや勉強している人にもおすすめなんだ。アスタキサンチンは脂質をエネルギーにしてくれるのを助けると言ったんだが、アスタキサンチンは脳の中でも働くことができるので、脳で脂質をエネルギーにするのを助けることで、脳の糖質の消費を少なくしてくれるんだ。糖質は脳のエネルギーになるって言うわよね。糖質の節約をしてくれるのね。そうなんだ。脳の低血糖状態を防ぐことで、脳の働きを安定してくれると考えられるんだぜ。エビで脳をプリプリよ。そして最後にアスタキサンチンが肝臓への脂肪の沈着を防ぐことで、脂肪肝、肝硬変を防ぐ効果があるんだ。アスタキサンチンはいろんな効果があるのね。エビ以外にも酒や、カニ、イクラ、松茸、アワビ、松坂牛。最後の3つは霊夢が食べたいものなんだぜ。エビはアスタキサンチン以外にも体にいい成分がもう一つあるんだぜ霊夢。まだあるの、それも食べるわ。次はタウリンだぜ。タウリンは体内で作り出すことのできる必須アミノ酸の一種で、体内で作ることができるんだが、食品から摂取することでその効果をさらに大きくできるんだ。タウリンの効果には肝機能を高める効果があるんだぜ。栄養ドリンクでタウリン配合って言ってるわよね。タウリンには肝臓で胆汁酸の分泌や肝細胞の再生を促進したり、細胞膜を安定化させることで肝機能を高めてくれるんだぜ。肝臓の役割に代謝、解毒、胆汁の生成があり、解毒機能が高まるとアルコールやアセトアルデヒドの分解が活発になるんだ。じゃあお酒のおつまみにエビフライね。アルコール以外にもアンモニアなどの代謝物、食品添加物などの体に不要な物質を分解、無毒化して尿や便として排出させてくれるんだぜ。そして胆汁酸が作られることによって、コレステロール値が下がるんだぜ。コレステロール値が下がるのね。私ピチピチの女の子だけどコレステロール値が気になるわ。胆汁に含まれている胆汁酸にはコレステロールによって作られており、胆汁の分泌が増えるとコレステロールを消費するんだ。それで胆汁の役割には脂質を体内へ吸収しやすくするために、脂質の分解や乳化をする働きがあるんだ。じゃあ脂質をいっぱい吸収するじゃない。まあまあ霊夢、脂質は体に重要な栄養なんだぜ。脂質の中でもオリーブオイルなどの体にいい脂質を取ってほしいんだぜ。オリーブオイルにはオレイン酸という脂質が含まれており、悪玉コレステロールを減らし善玉コレステロールを増やすことで動脈硬化を予防してくれるんだ。他にオリーブオイルには血圧を下げたり、オレイン酸が腸を刺激することで排便をスムーズにしてくれるんだ。じゃあオリーブオイルで揚げていっぱい吸収するわ。ちなみに胆汁酸は腸で吸収されまた再利用されるんだが、水溶性食物繊維や緑茶のカテキンに胆汁酸を排出する働きがあり、これらを摂取すると胆汁酸を排出してコレステロール値が下がるんだ。エビフライはマヨネーズ、タルタルソースをつけて食べるからタウリンがあるのはありがたいわね。タウリンの他の効果には網膜の神経を抑制することで網膜を守る働き、動脈硬化、高血圧予防があるんだぜ。次はエビフライと一緒に食べてほしい食品を解説するぜ。
まずは添えているサラダだぜ。サラダ、口をさっぱりにするにはいいわね。特に注目すべきはキャベツだな。キャベツにはビタミン U という、ビタミンに近い働きをする成分があり、別名キャベジンとも言うんだ。ビタミン U の働きには、傷ついた胃の粘膜の修復を助けることによって、胃の健康を保ってくれるんだ。油っぽいものは胃の中で長く消化されるから、胃のためにキャベツを食べたいわね。でもビタミン U は熱に弱い成分であり、ロールキャベツにしたら多く摂取できないんだ。でもキャベツのサラダならいいわね。ビールもキャベツも生よ。そしてトマトもあるよな。そうね、酸味があってこれも口がさっぱりするわ。トマトに含まれているクエン酸やリンゴ酸には、胃の粘膜の炎症を抑え、ムカつきを解消する効果があるんだ。なので油っぽい料理にはトマトもおすすめなんだぜ。いいわね、サラダだとビタミン補給できちゃうわ。それで汁物ならわかめと豆腐の味噌汁がおすすめだな。わかめには水溶性食物繊維が多く、タウリンによって増えた胆汁酸を排出しコレステロール値を下げてくれるんだ。さらに豆腐でタンパク質、ミネラルを多く摂取できるんだぜ。あとカテキンも胆汁酸を排出してくれるのよね。飲み物は緑茶がいいかも。豆腐以外にタンパク質を補給するなら卵だな。かきたま汁にすれば、エビフライにぴったりなんだぜ。そこに三つ葉やネギも入れて栄養をプラスだぜ。あとはご飯も付け加えて、エビフライ定食よ。そうなるな霊夢、エビフライだけじゃなくてサラダや汁物も食べてほしいんだぜ。もちろんよマリサ、はぁはぁ。これらの料理も食材を同じにして別の料理にするのもいいな。トマトのスープ、冷ややっこ、わかめの酢の物。暑い夏だとぴったりな料理だな霊夢。他に栄養を摂取する料理なら、かぼちゃの煮付け、かぼちゃサラダなんかもいいな。かぼちゃはミネラルは多くないんだが、ビタミンは豊富に含まれているんだぜ。エビフライのサクサクに、かぼちゃのねっとりで、違った食感を覆うよ。それでポテトサラダもいいわね、ポテサラは正義よ。いいな霊夢、食物繊維とビタミン C を多く摂取できるんだぜ。ポテトサラダの栄養解説もしてるから、動画概要欄のリンクから見てね。他の料理にはきんぴらごぼう、ほうれん草のおひたし、ズッキーニのソテーなんかも加えてほしいんだ。どれにしようか悩んじゃうわ。マリサが全部作ればいいじゃない。霊夢が全部作るんだぜ。もし美味しいエビフライがあったらコメントしていってね、私が食べに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。さあエビフライを食べるわよ。食べるんだぜ。じゃあマリサ、今回解説したもの全部作って嫌なんだぜ、働かざる者食うべからずなんだぜ。仕方ないわね、出前よ出前。まったく霊夢ってやつは。早くエビフライ来ないかしら？早く食べたいんだぜ。あ、来たわよ、エビでプリプリしちゃうんだから。アーニーイーツだアーニー。アーニーイーツが来たんだぜ。お待たせアーニー、ご注文のエビフライを。プチプチサクサク。あ、私のエビフライが逃げてるわ。なんで揚げられてるのに生きてるんだぜ。仕方ないアニ、別のフライを作るんだアニ。早く作ってちょうだいよ。アニアニ、こうしてこうして、アニアニ。エビフライレイムチンだアニ。いやん、セクシーサクサクレイムちゃんよ。美味しい食材はすぐ目の前にあったんだぜ。美味しそうエビエビ、サクサク、プリプリ、こってりすぎるよー。そんな時はキャベツの千切りだアニ。美味しいエビエビ。お値段、アニ1000円だアニ。なんで料理が食べた料理の料金を払わないといけないのよー。ってなんで料理が料理を食べてるんだぜ。